遅いよ、今まで何してたんだよ。囚人番号48番。囚人番号48番だわ。あ、合ってるじゃねえか。じゃなくて、来るのが遅いって言ってんの。呼び戻すのにどんだけ時間かかってんだよ。え、兄さん、呼び戻されるの待ってたんですか？はぁ、お前何言ってんだよ。俺がけなげにお前らが迎えに来るのを待ってたわけねえだろ。やれやれ、けなげに迎えに来るのを待ってたんだろ。帰りません。え、兄さん。俺は何としてでも帰りません。お前らに協力なんかもしません。いじけちゃったんじゃないです？危ねえ危ねえ。この俺が弟の迎えを待ってたなんて恥ずかしくて口が裂けても言えねえや。バレてないみたいだし、うまくごまかせたな。兄さん、そんな強がってないで。そうだよ、さっさと戻ってこい。は、連れ戻したかったら力ずくで戻すんだな。ああ、俺のバカバカハゲ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 。いや、誰がハゲだ。誰に言ってんの？なんで俺は心にもないこと言っちゃうんだよ。ずっと迎えに来てくれるの待ってただろ。強がってないで帰ってきたらどうですか？何言ってんだ、ちゃんちゃらおかしいね。ああ、おかしいおかしい。ああ、はっはっはっは。大丈夫？あの猫、あいつやデーモンに手出してるんじゃないだろう。そんなことしたら本当に捕まってまうだろうが。本当に捕まってたんだよな。あ、スレイプニールさん、いいですね。その調子でどんどんやっちまってください。いやー、さすがだな。スレイプニールさんは、兄さんは手だらったらじゃないです。いや、そんなことないよ。スレイプニールさんの強さにびっくりして汗かいちゃったのさ。どんな理由で汗かいてんだよ。お前らそ、それでも本気出してんのか？は？そんな声面かいてられるのも今のうちだけだぞ。そうかそうか。なんか安心してない？いや、俺はこのままじゃ張り合いがねえなって思っただけです。少しは楽しませてくれよな。あんた。お前。うちだってどういう関係だって？なんか付き合ってた気がするんだけど。私もそんな気がしてるんだけど。あー、スレイプニールさーん。お前らがそんなに嫌う。ちょい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 。お前そこまでして戻りたくないのかよ。いや、まあね。で、私たちの話が終わってないのだけれど。そりゃお前4年も会ってなければ自然消滅したかと思うだろ。どっかで聞いたことのある話だな。いや、覚えてんだよ。なんならお前が4年に戻ったって聞いたから、俺も戻りたかったんだよ。私、他に好きな人できたから。え？大丈夫？ 48 番さ、大丈夫に決まってんだ。お前らそんなに本気出すんじゃねえよ。残念でした。あ、これ2本勝負だったよな。え、そんな約束した覚え、先に2勝した方が勝ちって言ってたじゃないか。もう忘れたのかい？俺より若いのに忘れっぽいんだから。さあ、張り切っていきましょう。くそ、あのツルッパで集団本気出しやがって。てかお前らなんでさっきやられたメンバーと同じで来るんだよ。さっきはきっとお腹空いてただけなんじゃないかな。そんなんで猫は弱くなったりしねえんだよ。まあでももう今のメンバーじゃ勝てる気がしないから半分諦めてるってのもあります。頑張れ、絶対逃げる、頑張れ、待って、やれるって、やれる気持ちの問題だ。頑張れ、そこだ、諦めるんだ、絶対に頑張れ、積極的にポジティブに頑張れ。すっごい応援してくれるじゃん。いや、ほら見てくれてる人のためにもさ、1勝1敗の方が盛り上がるじゃん。ヒリヒリする戦いをお届けしたいじゃん。この動画でヒリヒリ感楽しんでる人いない気がするんですが。ほら見ろ、やればできるじゃねえか。やった、これで戻れる、助かった。あと1点は、なんか適当にごまかしちゃえば。嘘だろ、この小さい城にこんなでかいの入ってたのかよ。あの城4次元ポケットなのかよ。ということはまだまだ中身いるんじゃねえか。あれ戻れないじゃん。ほらマリちゃん、ブンブンですよ。うるせえ、あんな黒いのブンブンじゃねえ。ブンブン、今頃どうしてるんですかね。マリちゃんにほの字でしたよね。お前ら真面目にやらんか。試合中に恋バナなんかしてんな。真面目にやれ。アクションは有利なはずなのになんか私たち怒られてる。戦いは真面目にやれってことなんじゃね。兄さんは見えて真面目なところあるんですよね。あ、あれ黒沢監督じゃないです。こんにちは。何明るく挨拶してんだよ。明るく挨拶するのはいいことだろうが。俺は今それどころじゃないんだよ。一回だけでもこっちに呼び寄せられないか。黒沢監督、こっちでビズのグラビア撮影会をやる。黒沢監督もういないけど。え、お前ら強いじゃん。やっとわかったか、強いんだよ。じゃあ、あと一戦でした。もう負け。俺の負けだ。え？でも今のままじゃ同点です。負けだって言ってんだろ。狂乱の猫が、仲間になった。はぁ、やっぱりいいですね。海は、定期的に海の風呂あるのなんなの。あ、あれ、桃？まさか桃太郎でもあるまいし桃だな。あれは、猫も引かんあれ取ってきてくれよ。無理ですよ。猫は水が苦手なんです。もう、しょうがないですね。いやー、取ってきましたよ。すごい行動力。お久しぶりですね、社長。桃が喋ったー。嫌だな、僕ですよ。なんでサザエさんのエンディングみたいな姿してんだよ。ここ、すっかり居心地が良くて、もう引きこもりですよ。なのですみませんが帰ってください。そこより居心地がいい場所がある、と言ったら。なんですって？俺らと勝負してお前が勝ったら教えてやろう。その代わり僕が負けたら、うちのニャインとして戻ってきてもらう。わかりました、いいでしょう。おい、あんなこと言って大丈夫なのかよ。居心地のいい場所のことですか？最高級のベッドでも渡しておけばいいでしょう。居心地がいいってそういうこと？まあ負けなければいいってことです。簡単に言ってくれるけど。あ、あのサンバのリズム。いい、対抗しなくていいから。負けたままで悔しくないのか？サンバで負けても別に悔しくはねえよ。何？
男子系の猫しかいないの？ここ。お前そんなんじゃ舐められるぞ。舐められると言っても。とりあえず舐められないためにもこれぐらい持っておけ。ということで真面目にバリバリお仕事するぞ。流行りに乗っていくスタイル。もうこちとら猫に犬見すぎて頭がおかしくなりそうなんだ。知らねえわ。私のここよりもさらに居心地がいい場所を手にするためなんだからな。ということで一足先に居心地がいいかマリサさんに試してもらっています。それは居心地がいいじゃなくて寝心地がいいの間違いなのでは。デカ爆睡しすぎだろ。でもこんな爆睡できる場所欲しい。お前鬼を退治するという本領を忘れてないか。鬼を退治するっての怖いんでやめておきます。お前それでも桃太郎かよ。こっちだって好きで桃太郎やってるわけじゃないんですよ。なんか勝手に桃に入れられて今水から入ってるけどな。やっぱりその中は桃の匂いがするんですか。ドブみたいな匂いがします。そりゃそうですよ。桃だって生ものですからね。居心地がいいとは。いやそれにしても絵面が全く変わんねえな。おいダンサーお前ちょっとは踊るな。僕からダンスを取ったら何が残るんだい。タキシードと猫。いや見た目の問題じゃなくてどしこい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 。おにぎりが安いよ安いよ。もうやだこのカオスな実況。あれからどんだけ経った。4分くらいは経ったかと。状況が全く変わってないのだが。え、時間止まってた。一旦休戦してた。俺はもちろん踊り続けてたさ。いつまで体力持つんだよ。休めよ。誰かモンスター持ってきてくれ。意外と疲れてきてた。キビ団子でもいいですか。あれ嫌いだからやだ。食べたら嫌いにならないといけないし。そこの設定は忠実なんだ。日本昔話を設定とか言わないでくれる。キビ団子欲しい人いますか。あ、おい、あいつ何やってんだ。キビ団子食べた。ダメ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 。何餌付けしようとしてんのよ。最近ろくなもの食ってない。しょうがないだろ、金もない会社なんだから。それならキビ団子もらって寝返った方がマシ。お前よくそんな堂々と言えるな。高級ベッド買うのにお金使ってしまいました。うん、ここトップの金の使い方がおかしいんだわ。うん、こ社員も頭おかしいんだわ。まあでも桃太郎に勝てば高級ベッドも必要なくなりますから、それを売って打ち上げでも行きましょう。なんで先に高級ベッド買っちゃったのよ。それにしてもダンサーってこんなに強かったっけ。時が経てば人は成長してるもの。時が経ってもお前は成長しないな。成長しろって、でかい X のキャラ勢揃いだな。なんか同窓会でも来たような気分ですね。同じ学校じゃないけど。なんなん、いやでもこっちの動画では結構絡んでるから見てみてくれよな。でかい影にやられて、体力ありすぎだろ。毎日お母さんのお使いに行ってるからね。子供かよ。お母さんからしたら永遠の子供だろうが。マリサ切れさせないでくださいよ。これ以上ダンサーが強くなったらどうするんですか。こいつのキレの沸点がよくわからないのだが。ママのことになると切れるんじゃないです。なんだただのマザコンか。マザコンの何が悪いんだよ。ごめんごめん、何も悪いことないって。マリサ、だから怒らせないで。悪い悪い。気をつけるわ。あれ？急に飛んでった。残念だったな、桃太郎。俺はやっぱり桃の中に有名なのか。桃太郎が仲間になった。